初代ロチェスター伯爵、ローレンス・ハイド初代ロチェスター伯爵、ローレンス・ハイドは、イギリスの貴族、政治家。スチュアート朝に仕え養殖を歴任、後に、トーリー党の幹部として、野党活動を展開していった。1641年、後の初代クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドとフランシス・ワリス・バーリーの次男として、生まれた。 第二代クラレンドン伯爵ヘンリー・ハイドとジェームズ2世の最初のヒアン・ハイドの弟でメアリー2世・アンは命に当たる。1660年の王政復古で父とチャールズ2世がイングランドへ戻ると議会総選挙でコーンウォールのニューポートから下院議員に選出。翌1661年の選挙ではオックスフォードから立候補して騎士議会で議席を得た。 1661年にフランス大使を務め、1662年から1675年まで王室一生係として宮廷に仕えた。1667年に父が第二次英乱戦争の責任を取らされ失脚した。後も兄と共にイングランドに泊まり、1676年にポーランド大使、ウィーン大使を務め、 仏乱戦争の講和条約である内名編の和訳で、イングランド代表の一人として参加した。イングランドへ戻った後の1679年に、チャールズ2世により議会解散が行われ、選挙区をウィルトシャーのウルトン・バッセットに移しそこで当選、同年に第一、大倉卿に任命され、チャールズ2世の主要顧問に選ばれた。 在任中はフランスからの財政援助を求めた1681年の条約締結に参加。チャールズ2世はこの資金援助をもとにして議会解散に踏み切った。議会とチャールズ2世は大い排除法案をめぐって対立していたが予算不足の解消により議会の承認を得る必要がなくなり解散が可能となり大いは安泰となった。 翌1682年に功績により、ロチェスター伯爵、ハイドシシャク、ウートン・バセット・男爵に助爵された。しかし、王子少書のハリファックス公、ジョージ・サビルが財政を調査した、結果、不始末で4万ポンドを失ったことが明らかになり、1684年に、大倉京を更迭されシドニー・ゴドルフィンと交代、数密院議長に転任となった。 翌1685年に、チャールズ二世が死去、義兄のジェームズ二世が即位すると第一大倉教に復帰、ハリファックスが枢密院議長となり、ゴドルフィンは、大倉委員として引き続き財政を担当した。兄ヘンリーも、ハリファックスの公認の王子少書となり、アイルランド総督も兼ねて、アイルランドへ出向した。姉ア,アンが、ジェームズ二世の戦災だった縁もあり、 兄と共に徴用されたが、ジェームズ2世に不信感を抱いていた。ロチェスターはプロテスタントのイングランド国教会を報じていたが、ジェームズ2世はカトリック教徒だったため、カトリックと被告教徒を登用していく。ジェームズ2世の方針とカトリックの勢力伸長を警戒していたからである。1686年、ジェームズ二世はカトリックの神学者を通して、 ロチェスターを回収させようとしたが拒絶されたため、カトリックとプロテスタント双方の牧師を選んで論争させることを伝え、ロチェスターが同意したため11月30日にホワイトホール宮殿で極秘に論争が行われた。ところが、この会議では決着がつかず、ロチェスターは再度開催を要求して、ジェームズ2世も了承したが、 ジェームズ2世は12月17日に、ロチェスターに、カトリックへの改修か辞任かを迫り、拒絶したロチェスターは、翌1687年1月4日に罷免された。アイルランド総督だった兄も、ジェームズ2世が派遣した副官のティアコネル博、リチャード・タルボットに実権を奪われ苦別の地位に過ぎない、ことに不満を抱き2月に辞任、ハイド兄弟を排斥した。 ジェームズ2世は、宗教の寛容を盾に福進を取り立てたり、プロテスタントを除いたりして、勢力を伸ばしていった。1687年4月に新興自由宣言を発して、寛容をも論ろみ、7月に議会を解散した、ジェームズ2世は、次の総選挙に向けて、親カトリック派の当選を狙い地方の投寛と、治安判事に寛容政策に賛成か反対かを、 尋ねる、質問状を送り、反対した人物を更迭する方法を取った。ハートフォード社長官だった、ロチェスターも質問に答えたが、プロテスタントの保護がなくなった議会に議員を送らないと、反対、更迭はされなかったが、他の貴族たちは寛容政策に、危機感を抱くようになっていった。1688年、ジェームズ2世に反感を抱いた貴族たちの招兵で、 ジェームズ二世の老いで、娘、メアリーの夫でもある、オランダ総督ウィレム三世が上陸すると、イングランド貴族たちは受け足立ち降伏するものが後を絶たなかった。老いのコーンベリー死者エドワード・ハイドは軍勢を引き連れて、オランダ軍に降伏。兄が、ウィレム三世に寝返った後もロチェスターは、ジェームズ二世の元に泊まり、ロンドンからジェームズ二世が亡命。 失敗して捕虜になると貴族たちを集めて、ロンドンに暫定政権を発足させ治安維持に尽くした。地方に対しては、オランダ軍との交戦禁止及び武装解除を命令。ウィレム3世が要求した、自由な議会開催に向けて努力することを表明して、ウィレム3世を出迎えた。ジェームズ2世がフランスへ亡命し、名誉革命が成功を収め、 翌1689年に議会が開かれると次の王位をどうすべきか議論が行われ、ウィレム3世かメアリーをジェームズ2世の摂政とするトーリー党の提案に賛成、ウィレム3世とメアリーを王とする提案には反対したが、後者が採用され、ウィリアム3世とメアリー2世が即位すると忠誠を誓い、数密院の一員として政務を預かった。 1700年にアイルランド総督に任命されたが、認知には行かず、国境界の擁護を唱えて、非国境との公職排除を強化する、便宜的国境と禁止法を提出、ノッティンガム伯爵ダニエル・フィンチと共に急進派として、トーリー党の政策実現を訴えたため、恩憲派のゴドルフィンとアンジョーから疎まれ1703年に、罷免され、ゲヤ、1706年に、 ホイッグ党政権ができるとスーミツインからも排除された。ゲアした後は政府批判に回り国境界が被告協とへの関与により危機にあると訴えスペイン継承戦争で大陸派兵を行うホイッグ政権に反対してスペインをはじめとする海外派兵を主張して与党と対立したがやがて元閣僚で恩健派のロバート・ハーレイに協力1710年に ハーレーの尽力で、トーリー党が、与党になると、スヨミツイン議長になり、翌1711年に、大倉卿となったハーレーが、ヘンリー・シンジョンとの対抗から協力を持ちかけると、ハーレーを支援したが、同年5月に70歳で死去。ロチェスター白衣は、息子のヘンリー・ハイドが継承。ヘンリーは1723年に、いとこのエドワード・ハイドが、このないまま亡くなった後に、 クラレンドン白位も継承したが、1753年に死去すると借位は消滅。ヘンリーの孫娘の夫トマス・ビリアーズが新設の形でクラレンドン白位を受け継いだ。1665年にバーリントン伯爵、年にバーリントンリチャード・ボイルの娘ヘンリエッタと結婚3人の子を設けた。アン、オーモンド行、ジェームズ・バトラーと結婚ヘンリー第2代ロチェスター博。 第4代クラレンドン博、ヘンリエッタ・ダルキース博、ジェームズ・スコットと結婚。第2代、バクルー公、フランシス・スコットの母。イギリス革命士、P250P253。イギリス革命士、P4。イギリス革命士 P、P20P27。イギリス革命士、P88P98。スペイン継承戦争 P54。 P65, P67, P192, P210、P211, P270, P285, P288, P301, P302. ありがとうございます。